皆さんこんにちは。今週のマガジン来年数が救済ということで、今回の動画は現在行われている夏の大会の名シーン3選を主の独断偏見で見ていきたいと思います。ちなみにこの名シーンの中には試合内容ではないところも名シーンに入っています。なおリスナー様の中であれが名シーンがありましたらぜひコメントしてみてください。ちなみにこのチャンネルでは絵描きさんを募集しています。大演出のキャラを描いてくださる方がいらっしゃれば、下の概要欄の方に SNS のリンクが貼ってきますので DM お待ちしております。それでは本編最後までご覧ください。今回ミシが選んだ名シーン3選はマガジンで書かれた中から演出しました。それではまず1つ目はこちら。まず1つ目は薬師来地が大号泣したシーンです。Bブロック5回戦、薬師対三高戦。この試合は単行本19巻から21巻にかけて描かれており、個人的に大演出で行われた試合の中では3本指に入るぐらいの注目度の高い試合でした。ネタバレにはなりますが、薬師対三高戦。この試合は薬師が三高1番1丸にさよならし、選抜4強の薬師が2シード三高に敗戦。ライチは試合終了後の整列を1人ではできなくなるぐらいまで泣いていました。しかしなぜライチが大号泣してしまったのか。それには理由がありました。ライチはこの試合、5番守備では好プレーを見せ、以前より守備が上手くなり成長。しかし9回の裏、ツーアウトランナー2塁の場面で痛恨のエラー。ツーアウトランナー1、3塁とピンチ拡大。このエラーが原因で、今大会ラッキーボーイ3コーチマリに回してしまい、さよなら負け。このためライチは号泣しました。ライチは1年夏の準々決勝5回戦。夏の大会は泣いてるイメージがあるので、ライチが最終学年となる2年秋の新チームでは、この悔しさをバネにどんなチームに仕上げてくるのか楽しみです。ちなみに薬師対三高戦、試合終後の整列前、棚田がライチにかけた言葉で少し感動してしまったので、ぜひ単行本の方でチェックしてみてください。続いて2つ目はこちら。続いて2つ目は、聖堂キャッチャーの雰囲気のリードです。Cブロック5回戦、聖堂対のりかる戦、この試合先発した沢村はいつもより多少ボールが浮いていました。しかしキャッチャーの雰囲気はこのボールをうまくリードし、いつも通りの沢村のピッチングへ。沢村は今大会エースとして初先発した3回戦のギラ総合戦では思うようなピッチングができず、中降板。夏の大会前の練習試合、愛知の聖鵬戦で見せたピッチングができていません。だが今大会、三池のリードで5回戦でありますが、沢村はようやくエースらしいピッチングができました。ちなみに後日、こちらのチャンネルでは、聖堂対のゆかね戦の特集動画をアップしていくので、お楽しみに。最後3つ目はこちら。最後3つ目は、聖堂が4回戦で戦った八王子に在学する、川端が試合終了後、母へ感謝の言葉を送ったシーンです。聖堂対八王子戦。八王子はこの試合、聖堂先発不良の前に手も足も出ず、7回まで、川端のヒット1本で鎮圧。守備の方では、強力聖堂打線に捕まってしまい、失点。0対8と7回コールドで、八王子は聖堂に敗戦しました。川端は、高校に移す、幼少期から一緒に野球をしていた、父が病気で他界。いても立つもいられなくなった川端は、気持ちを落ち着かせるため練習。全体練習終了後も練習。雨でも練習。気づけば1年秋の大会から、八王子レギュラーを張れるぐらいの選手になれました。しかし高校生活最後の夏の大会4回戦で敗戦。毎日弁当にユニフォームの洗濯、2年半サポートしてくれた母には感謝し、甲子園へ入れていけなかったことに対して号泣していました。ちなみに話は変わるのですが、現実世界ではあんま問題なければ各都道府県独自開催で夏の大会が行われ、大会の方では数々の名シーンが誕生するので高校球児は頑張ってください。以上、今回は今週のマガジンは来年数が救済ということで、現在行われている夏の大会名シーン3選を主の独断偏見で決めていきました。次回の217から B ブロックの準々決勝の模様や、聖堂 OB が球場に来てくれるということで、現役メンバーと OB 選手の絡みもあると思います。聖堂は次の試合からいよいよ主が楽しみにしていた準決勝参考戦なので、どんな試合になるか楽しみです。最後にこの動画を見ておいてもらった方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter と Instagram やってますので、フォローの方お待ちしております。 Thank you.